すみませんが、今シスターとおっしゃいましたですか？私、ルネ・レノと申します。教会で神父をしておりますです。実は今、エリカさんというシスターを探しているのです。はい。もしかして張り切っていましたか？そうですか。神よ、お助けください。
どうでした？この街、結構住みやすいでしょ。雨早く止まないかな。雨を見ると、初めて修道院に入った日のことを思い出しちゃって。子供の時から私の周りでは奇跡が起こって、人の病気が治ったり、荒れ地に水が湧き出したり。初めはみんな喜んでくれていたんです。でも、奇跡が続くと、町の人は私のことを気に悪なって、それで修道院に入ることに。大神さんも私のこと変だと思いますよね。素晴らしい。おかみさん、ありがとうございます。私もその人たちみたいになれると思いますか？ありがとうございます。これで私もちゃんと戦えそうです。本当だ。
私雨上がりの匂いは大好きなんです。あ、私修道院でお仕事があるの忘れてた。失礼します。見かけない顔だな。警察だがちょっと来てもらおうか。警部は仕事熱心だね。その人は怪しくなんかないさ。私のお客さんだからね。ようこそ虫尾神、私のパーティーに来てくれて嬉しいよ。その通りさ、ムッシュ。女はいくつもの顔を使い分けるものなの。ああ、そうそう、紹介しておくわ。このパーティーの警備をしているエビアン警部。いやいや、これは失礼した。パリ式のエビアンです。はいはい、挨拶はそれまで。メル、シエ、ムッシュをおもてなしして。ウィーマダン、ムッシュ神、どうぞこちらに。冷たいものを用意してますから、どうぞどうぞ来てください。ワインでよろしいですか？ミネラルウォーターもありますね。様とお会いになられていたのですか？グリシーヌ様はノルマンディー公の血を継ぐブルーメール家の姑息女なんですよ。それは君が珍しいからに決まっているからですよ。黄色い東洋の猿がね。ああ、ここはミーたちのような上流階級の人間が集う気品ある社交場ですからね。君のような下品な動物が来る場所ではないのだとあの方は睨んでいるのですよ。これはこれは失礼した。はてさて、サル君、言いたいことはありますかな？どうしました？黄色い猿が今度は赤くなりましたね。おお、グリシーヌ様がこちらに来られるぞ。名門の誉れ高きブルーメール家のご息女も
どうやら君の存在が疎ましいようだな。目障りなのは気候らだ。今すぐに失せろ。伏せろ。二度と顔を見せるな。無視を拝み、気候も気候だ。愚弄されてなぜ戦わん。理由があるのか。己の誇りを傷つけてまで戦わぬ理由が。そういう考えもある。だが、人は誇りによって生きるものだということも忘れるな。気候がそれで来るべき戦いに勝利などありえん。うるさいうるさいピョン。騒がしったらありゃしないピョン。この始祖様の目が赤いうちは人間の好きにはさせないピョン。星置きしてやるピヨン。待て、そこのウサギ。この始祖様に歯向かうバカがいるピヨン。驚いたピヨンね。成敗。それはこっちのセリフだピヨン。このハサミで切り刻んでやるピヨン。頭から突っ込んでくると驚いたピヨン。当たり前だ。あの程度の攻撃ならば軽く返すことぐらいわけはない。だが気候の心意気は見せてもらったぞ。違えてでも。くるくる。誰ピョン。誰が撃ったピョン。そこのウサギさん、好き勝手にはさせないわよ。説明は後です。今はみんなを避難させなければ。エリカ、この男がそうだ。え？本当なんですか？日本から来る人が大神さん？私もグランマから聞いたばかりだが、確かに。そうと分かれば、ここは一度本部に戻って。3人まとめて直近とラビット切るピヨン。あのウサギを狙え。いてえ。あります。コーブなら、漁師甲冑ならあります。ついてこい大神一郎。